ビッグローです。ビッグローにアイラブランがつきます。そしてトガチ中に送ってムーニーフリータンク決めてきた。素晴らしい。まずは後半のファーストポイント、切り返してドライブに仕掛けていきましたね。いやこのタンクは迫力ありました。今日はリバウンドにシュートに大活躍という。まだキープしている五十嵐、手を出していきますが、なんとか通る。ゴール下通りました。タブティバスケットカウント安定ですね。昨日ね、後半でいい流れのところでちょっとファールが重なるので、はい、ここだけは注意したいです、はい、あただこれもボールを奪われました。そして走ってアイラブランダンクできる、きた、決めてきました。アイラ選手のこれが見たかったですね。オマラのインサイドの強さ、まあ、そしてディフェンス面、ここも止めたというね、そうですね、ゴーダ選手も素晴らしかったですね。さらにこのダンク、迫力ありました。いやロスターです。コブス、スリーポイント、パークプットバックダンク、タイムアウト千葉。ヘッジテーション使ってうまかったんですけど、最後のフィンガーロールは失敗した。ここですよね、落としてるんですけど高さで、今日は存在感がすごく出てますね、カークね。そうですね、どうしてもミスマッチになって腹のところでエドワーズはそっち側サイド行かなくちゃいけないので、はい、カークはどうしてもボックスアウトする、プリ上げないですよ、2人行ったんでね、はい、誰も見てなかったですね、まあ、ビッグローが戻ってきましたけど、ポジションを見せます。そして中送れ、ドーンとダンケン・アリエフ豪快に決めてきました。キーフこのプレーです。高さのミスマッチ、さすがに対応することはできませんでした。上から押し込んでいます。タバリス、ミュフォードがアタックしてくるの、それともアリエフ、昨日から何度も見せているこのアリウーププレー、選択してしまったんですが、まあ、その部分やはりビッグプレーを決められた後、高木インサイド狙っていきました。いいですね、はい、はい、この豪快なダンク、ラッチのプレーです。ジョーンズというホットラインでしたが、これは先ほどのプレー、これは決まりませんでした。さあ川村がジャクソンへのダンク、ジャクソンのダンクで同点だな。川村かわして、はい、ジャクソン欲しがってそこにダンク、しかもファウルでした。ピークがプッシュをします。そしてそのままスピードアップ、ピー自分で決めていきました、はい、斉藤リズムを変える。パークス陣に失礼、クラークに落としてここに待っていく、バックットですね。ダイトワーン、アシストがやっぱり非常にうまいので、渋田から渡して木村、マシューライトがつく。ロスコレンもいますが、ケベアルマを使った、ケベアルマ、ケベアルマ、今日最初のスリーポイントは落ちました。そしてあっという間入ってアリウープ、特にファーストブレイクで走ってますよね、はい、うまく合わせてユトク、そしてエンドワンです。ジョーンズまたあっかー、タブスキー2つ目のダンク、今度は左でやりましたよね、なるほど、あじゃあそのあたりディフェンスもコントロールしてるような動き、アリューブレッドさんタック、はい、これですよね、この斉藤選手からのこの、そうなんですよね、そうですよね、さあラモスのスピードが来ました。これがドワイトラモスの力、いや素晴らしい、小さい速度がすごいですね、やっぱね、これで